男の子には男の子の夢があり、女の子には女の子の夢がある。それで女の子の夢を描いたものが少女漫画です。日本文化の発信拠点ジャパンハウスで開かれたイベントには、女性の少女漫画家のパイオニア萩尾元さんらが登場しました。萩尾さんは代表作ポーの一族などこれまでの作品について自ら解説しました。It was great, very, very interesting. She is a real genius of comics. One of the greatest women making comics. ロンドンでは23日から大英博物館で、海外では最大規模となる漫画展が始まり、萩尾さんの原画も展示されます。